赤ずきんちゃん。なに？日本から国外逃亡した日産元 CEO のカルロス・ゴーン氏って知ってる？もちろん知ってるわよ。めちゃくちゃ有名だからね。でも彼の父親が密売、殺人、脱獄と悪の限りを尽くした元死刑囚だったのは知らないんじゃない？カルロス・ゴーンといえば、かつて日産自動車と三菱自動車の会長、そしてフランス自動車メーカールノーの取締役会長兼 CEO で有名だった人物である。コストカッターという異名を持ち合わせており、経営困難になっていた日産自動車の立て直しにも大きく貢献した。しかし自らの報酬を過小申告していたことで逮捕が決まり、その後の国外逃亡劇でも有名な人物である。そんなカルロス・ゴーンはいくつもの著書を出したり、さまざまなインタビューで家族のことについて語っているが、唯一父親のことだけは語っていない。実はカルロス・ゴーンの父ジョージ・ゴーンは死刑囚にまでなった殺人犯だったのだ。レバノン某所、それは1960年4月17日、カルロス・ゴーンがまだ6歳の時のこと。遺体の身元はボリス・ムスワド、この教会で働いている神父です。見ての通り死因は銃殺による出血死であり、何者かによって殺害されたようです。死亡時刻は？まだ詳しくは分かりませんが、昨夜の9時から10時の間だと思われます。目撃者はいるか？この付近にはあまり民家もないですし、夜ですから目撃者も通行人もいなかったようです。そうか、引き続き被害者の身辺を調査してくれ。はい。目撃者のいない事件で捜査は難航するかに思われたが、意外にもあっさりと終結した。神父の遺体が発見されてから3日後に、よく教会に来ていたとされる5人組の男たちが容疑者として逮捕されたのだ。そしてそこにカルロス・ゴーンの父であるジョージ・ゴーンも含まれていた。ほら、もう仲間は洗いざらい吐いてるんだ。お前も犯行を認めろ。ジョージ・ゴーン、ダイヤモンドに金、外貨、麻薬の密輸と何でもやってるな。神父ともそこで共謀したのは分かってる。どこでどう知り合ったんだ？分かったよ、もう話すよ。だから家族に会わせてくれ。ダメだ、全部吐け。当分は家族に会えないのも分かってるだろう。俺には子供がいるんだ。嫁にも謝りたい。ずっと騙してきたんだ。そんなことは俺たちには関係ないことだ。さっさと言え。分かったよ。ボリス神父と出会ったのは20年前だ。ナイジェリアの首都ラゴスだったかな。当時ボリス神父も羊飼いをやってて金がなかったからな。俺が密輸の手伝いをするように誘ったんだ。それで本当に密輸なんてうまくいくのか？ああ、俺は特別なルートを持っている。仲間と協力すればわけはない。だがな、麻薬を隠す場所がまだないんだよ。そこでだ、まさかと思うような場所に隠しておく必要がある。どこなんだ？教会だよ。教会？静かにしてろ、声がでかい。悪い。しかし教会にこっそり隠したりできるのか？そもそも神父がそんなことを許すとは思えないが。だからいいんだろ。それに教会は探すんじゃない、作るんだ。ボリス、お前はこれから羊飼いをやめて神父になれ。俺が作った教会で麻薬や金塊の管理をするんだ。俺が神父に？なるほど、そこでボリスと長年共謀して密輸を繰り返していたわけか。ああ、でもあいつは調子に乗りすぎた。どういうことだ？ちゃんと洗いざらい話すよ。ふざけるのもいい加減にしろ。どういう立場か分かってるのか？分かっているさ。いいか、
お前らが密輸してきたものを俺がバレずに隠して管理してやってるんだ。つまり俺がいなくちゃお前らは稼げないってわけ。そんなのはお互い様だろ。お前は俺たちが密輸しなかったら稼げないんだぞ。そうかな。でもよ、俺は村の神父、お前らはただのゴロツキ。俺がゲロっちゃえば全部水の泡なんだぜ。それなのによ、分け前が1割ってのはあまりに安すぎるんじゃねえかな。仕方ないだろ、こっちだって人数が多いんだ。調子に乗るな。それはこっちのセリフだ。せめて4割はもらわないとな。かっ、おい、何やってる。だってしょうがねえだろ、こんなやつさっさと殺した方がいい。まあいい、さっさと逃げるぞ。殺すつもりはなかった。だけど揉めたばっかりに。そういうことか。よし、もういいぞ、戻れ。こうしてジョージはバーバダー刑務所に送還された。しかし彼の悪事はこれで終わることはなかった。まさかこんなところに図書が作られていたなんて。もう上層部以外はほとんど知ってる。俺たちも美味しい思いをしようぜ。やあ、どうも、楽しんでいってください。ジョージ君、なぜお前が。こっそり作らせたんですよ。刑務官も大変な仕事でしょうから、息抜きにでもいいかなと思いまして。そんなことを聞いているんじゃない。なぜお前がこんなところにいるんだ。今じゃ彼が俺たちの裏のボスみたいなものだからな。いつもありがとうございます。さあ、あなたも楽しんでいってくださいね。どうなっているんだ。ジョージは今までに稼いだ金で刑務所のほとんどの看守を買収していた。賄賂を送り自由に出入りできるようになった挙句、途上を作っては昼間はそこで営業して刑務官や囚人を相手にしていた。まさに全てジョージによって支配され、全てがうまくいっているように思えていた。しかしその後、死刑判決を受けることになる重大な事件が発生する。脱走者の供述でバーバダーの地方検事、予審判事、刑事裁判所長の殺害計画は全て明るみに出た。お前を拘束して別の刑務所に送還する。覚悟しろ。俺を誰だと思ってる。黙れ。この事件でジョージは死刑宣告を受けたが、これだけでジョージは諦めることはなかったという。このまま死刑になるなんて絶対に嫌だ。どうにか俺は逃れてやる。それ以降ジョージは模範囚を演じた。そして今では考えられないことだが、死刑から15年の刑期に減刑され出所することになる。だがその後1975年には偽札の所持で捕まり、あっけなく刑務所に出戻りすることとなった。どうすればここから脱出できる。脱出じゃなくてももっと快適に過ごすにはどうしたらいい。ジョージはなんとか刑を減刑させたり脱出する術を考えた。そんな時に奇跡が起きたのだった。ジョージ、内戦でここもヤバいぞ。今なら逃げられる。行こうぜ。ありがとう。来い、逃げるのにうってつけの場所がある。ジョージはその後ブラジルのリオデジャネイロに国外逃亡しビジネスを始めた。もともと何でもそつなくこなせ悪知恵も働くジョージはどんどんと成功していく。しかしこのジョージという悪人の生涯も終わりを迎えることとなる。2006年、息子のカルロスが52歳の時のこと。カルロス様、今ご実家からご連絡があり、お父様が亡くなられたそうです。ふん、あの父が。まあ私にとっては知ったことではない。散々犯罪を犯しておきながら逆によくここまで生きていられたものだ。いいか、私の父の情報が漏れないように情報操作をしておけ。イメージに悪いからな。承知しました。この時まだカルロスは自分も捕まることになるとは思いもしていなかった。波乱万丈な人生を送るという点ではカルロス・ゴーンも父親譲りなのかもしれない。
とんでもない極悪人じゃない。悪の限りを尽くした人物ね。あんまり日本では報道されていないけど、現地じゃ有名な話だよ。そりゃカルロス氏も父の存在をひた隠しにするわよね。自身の成功さえ脅かしかねない存在だもん。本当だよ。確かにカルロス氏もやってはいけないことしたけど、このカルマを背負ってよくのし上がったよね。やあやあ、こいつらが今日ここに何しに来たのか教えてやるよ。お前が負けるとこを見に来てんだ。うぬぼれんな。どこどけ。俺にも敬語を使って話せ。赤ずきんちゃん、急にラップなんか始めてどうしちゃったの？あんたがカルマとか言い出すから、ユフカルマ様のバースケってんのよ。よいよ、近づくな、狼もどき。あたしに近づきたけ、ハカチョコ買ってこい。笑わすな、ズカタケ、ハカチョコ持ってこい。赤ずきんちゃん、ユフカルマ風にラップして、さりげなくファッシリに使おうとしてない？